ヘザース、ベロニカの熱い日は、1988年のアメリカ合衆国の青春映画。学校内の上下関係を描いたシニカルな青春ブラックコメディで、ハイスクール白書優とセギャルに気をつけろ。や、ゴーストワールドといった青春シニカルコメディの先駆け的作品である。1988年10月のミラの国際映画見本誌で初上映された。 ベロニカは、ヘザースという名の女子三人組の取り巻きとして、こき使われ、シアリーダーやフットボール部員が威張り散らす、ハイスクール生活に、心底うんざりしていた。そんな時、転校生 JD がやってくる。フットボール部員たちにも不敵な態度を取る JD に、ベロニカは、ヘザースなんか殺してやりたい。とこぼす。JD はそれに対して、じゃあ殺しちゃえば 冗談とも本気ともつかぬ発言をする。ある時、パーティで、フットボール部員二人に臨館されたと吹聴された、ベロニカは、JD と結託、おもちゃの銃で報復を実行したが、JD の銃は男たちに火を吹いた。ハイスクールの権力者二人をいとも簡単に殺した、JD は、慌てまくるベロニカを巻き込んで、とんでもない事態を、ハイスクールに引き起こしていく。ありがとうございます。